ルイス・テールは、スイスの画家、モルジュに生まれる。ローザンヌ大学で工学を学ぶも、途中で、ジュネーブ大学で、ルイ・ヴィオリエに建築に倶楽えする。またブリュッセルに留学して、ウジェーヌイザイにバイオリンを学び、帰国後は絵画を学び始め、パリに留学して、ジャン・ポール・ローランスや、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンダの訓導を受けた。その後、 アメリカから留学していた女性と知り合って結婚し、1895年に渡米してコロラド大学の美術学部の学部長に就任した。1903年に離婚してスイスに戻るも翌年に父親が亡くなったことで精神的に不安定になった。1905年からローザンヌのオーケストラでバイオリン奏者として活動を始め、1918年には スイスロマンド管弦楽団に、コンサートマスターとして参加した。しかし、指揮者のエルネスト・アンセルメとソリが合わずに、すぐに対談し、映画館やカフェでバイオリンを演奏するようになった。かねてよりの精神の不安定から老費癖のついていた、ステールは1922年には破産し、高齢者施設に収容されることとなった。生活避念室のためにバイオリンを手放し、 以後は施設内で絵を描くようになった。1927年から母方のいとこであるルコルビュージへの支援を受ける。1937年からは動脈硬化による指の麻痺により絵筆ではなく指を絵筆代わりにして絵を描いた。バレーグにてボーツ。newsdigest.fr。ありがとうございます。